基本的に、まずエレベーター回数の情報を記入してる、5階に到着したら5階に動くのが分かって、それとは例えばそのクラブに行っただけでいかないと思うんですけど、はい、このロボットが乗ると、はい、だから上下はそうですね、まずロボットの方法を、はい、どこに乗るかというと、何回乗るかというと、そう、ロボットですね、ロボットっていう星ができるんですけど、はい、なので邪魔中、まあ、今何回乗るっていうのを乗るかというと、ロボット側の方で、中にカゴに、中に入ったときに、ボタンを押して乗るというのを、そうですね、しっかりその設定をする、整備していくので、今4回の場合にありまして、インテナに乗って、はい、こういう信号を切って、ボタンを押してもボリュームを切るとしたんですね。あとはこういう誘拐に来たというのが、なんか、ここでありましたら、ちょっと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 、